He followed me. たぶんよ。鈴本のいるあの場所じゃなくて、近くの床にでも転がってたんだろう。これ怖い。あの人は、Is there a safe spot somewhere? There should be in this room. Aha! Allow me to save. Yes.Let's go. Alright, so we gotta go give the last tongue bag back, which I believe she's all the way down here. And over this way. Yo, Yuki! I got your tongue! Come get your tongue, Yuki!The girl lowers her head and begins rocking slowly back and forth. Kanno, Yuki-chan.Hey. Aww. See, they're not so evil. They just occasionally get a little murdery when they don't have their tongues. すげえ。やったな、篠崎。これで三人か。あと一人。赤い服の。喋ってるとどんどん自分が死に近づいていく感覚がする。わかる？だんだん自分の死に顔が頭の中にはっきりと浮かんでくるの。すごく嫌なイメージ。帰りたい、帰りたいよ。お母さん、お姉ちゃん、持ちたく。篠崎、分かった。次、俺がやるからよ。しっかり。おお。また地震か。だ、これ、でかいぞ。Lot going on, yo. No, doko da? Koko. Where am I? Hey, we're back. I can move. Let's go home.
Damn. Okay, fine. Yo, you okay? しっかりしろよ。おい。Yo, Shino, wake you up. Be home. 息はしてるな。シノザキ、おい。起きろよ。You gotta slap her real hard in the face. That works. キシヌマ。見てみろよ、マリー。俺も信じらんねえんだ。嘘。マジだよ。ほら、俺の机だ。本当だ。見て見て、私の机。ってことは、ええ、私たち帰ってこれたのよ。さあ、ざま見ろ、チキさ。Yeah. Good job, Yoshiki. Fuck yeah. Oh, wait. What about? Where's everyone else? Satoshi and Yui 先生たちは帰ってきてねえのか。Satoshi and Yui 先生たちは。Venturing out in search of others, you find that even the janitor has likely gone home. The lights are out, and the halls are pitch black. Only the red glow of the light next to the fire extinguisher offers any respite from the quaint, quiet darkness of the school hallway. Standing around in the dark corridors. Oh. Okay, he's going to talk. As the thunder and rain grow in intensity, the windows begin to condensate.With moisture, turning white in contrast to the corridor sea of black. Is this real? Or is this just a fantasy? Caught in a landslide. Oh! What's up? Oh!あ、なんだこりゃ。まだ終わってないの。ユキ、お前は。してしまいました。お母さんと顔を合わせるの学校の後、私はぼーっと渡り廊下にしゃがんで雨を眺めていました。そうしたら私の隣に吉和先生が座って、私の話を聞いてくれたのです。先生、言葉を話せない病気だったけれど、心は優しい人だったから私は好きでした。けれど、ごめんなさい。あなたはカンのユキちゃんね。Yeah, it's Yuki Kano. さっきはありがとうございます。殺された私。Oops, I didn't mean to hit that. 結局、成仏はできたのか。なんでお前まだい。いいえ、できてません。
あなたたちから言葉を奪った。抜き取られた舌は返したし、あなたたちにひどいことをした。犯人には懺悔させたけど、やっぱり許せない。私たちの成仏に許す許さないというそれぞれの意思は関係ないんです。懺悔とは犯人と被害者との間に存在して、それ単体で私たち被害者の霊を動かすものです。私たちが天神小学校を異空間に閉じ込めている霊場の断片だから、私たちを動かすという方法は、だけど足りていないんです。犯人の懺悔が、あいつの文化人形が喋った言葉では足りないってこと？あれは、ち、で、なんだって無関係の人間を何人も何人も閉じ込めてるんだ。俺たちをあそこに呼び寄せたのはお前ら子供の幽霊たちだろ。それは違います。だと？私たちは異空間をつなぎ止める歯車に過ぎなくて。お前、鈴本を殺したじゃね。待って。え？もう少し聞こう。お姉さんたちだけでも無事に遅れてよかったです。なんで急に俺たちを気遣うような言い方すんだよ。私のお姉ちゃんに聞いたことがある。強い未練を残したまま暴力的に命を搾取された霊魂は、普通の人で言うところの桜に近い状態でとどまってしまうって、いろんな感情や本来の優しい心と聖者への妬みや敵意の気持ちとコントロールできずに感情がくるくる変わる。お前の姉さんって霊能師の？ Yeah, some kind. うん、ちょっと違うけど。どっちもこいつの本音ってわけか。だったらお願い、他の持田くんや先生たちも連れてきてあげて。ねえ、できるんでしょ？もうそれは。どうして？あの空間はたくさんの無関係な命を食べ過ぎました。あそこで死んだ人たちの恨みの念がもう満員だから、行き場をなくした悲しい思いたちの影響でわずかに残った理性を失い始めています。私だってもうすぐ生きている人をただ無差別に襲うだけの怨霊になってしまいます。あなたも味方してくれなくなるのね。だったらなおさら急がなきゃ。何か持ちだ。一つだけあります。どうする？お兄さんも知っている方法です。私たち天神小学校の児童4名誘拐殺害事件、みんなを成仏させてくれれば、歯車を失った異空間に、そうすればもしかしたら。あそこへ。それにせっかく残りあと一人だと思ってたのに、そんなつもりのお前ら3人も成仏してなかったしよ。どうしてさっき口ごもったの？成仏できなかった。それは思い出したくないんです。どうしても知りたいのなら
Oh? Yuki's spirit gently took hold of Ayumi's hand, and in an instant, their two beings seemed to merge together into a single mind. Shirogi!